社長の社長じゃなくて、はい、プレイヤーとしてのバイヤー席検討時代聞いたことなかったなと思って。確かに、はい、YLDK で当時やってて、はい、で売り上げが500万ぐらいで、うん、株式会社マス先生一緒に働く仲間を募集しております。20代30代で徹底的にキャリアアップしたい、独立してお金を稼ぎたい、そんな熱い方をお待ちしております。概要欄よりぜひともお申し込みください。石けもん、なんすかここ、ちょっと肌寒いし、うん、ここどこですか。まず僕のマンションの屋上っすね。マンションの屋上、はい、8組じゃないですか。8組じゃないっすよ。何これ、めちゃくちゃ金ないっすか。ちなみにもうこんな感じっすよ。やばいでしょ。わざわざここで撮る意味ある。ちょっとでも聞きたいことがあるんですよ。はいはいはい、関社長は何年目ですか。マクサス、マクサス13期目ですからね。長いっすよ、ね、13期目じゃないですか、はい、その年齢で中村誠くんとか菅野くんとか、はい、バイヤーでバリバリ稼いで、はい、かつ FC オーナーのコンサルもしてるわけじゃないですか、はい、これ関社長の社長じゃなくて、はい、プレイヤーとしてのバイヤー席検討時代、おー、これ聞いたことなかったなと思って。確かに、あの要するに社長のお給料と、はい、プレイヤーのお給料全然違うじゃないですか、はいはい、プレイヤーはもう自分で稼ぐじゃないですか、うんうん、それ聞きたいなと思ってるんですよ、うんうん、不動産からの買取マクサスを作ったっていうのは、はい、まあ、有名な話だと思うんですけど、はいはい、その立ち上げだったりそのプレイヤーの話を聞きたいです、はい、今日は、はいはいはい、まず何歳の時から買取マクサスでプレイヤーとしてスタートしたんですか。買取事業をやり始めたのが2013年の4月から買取マクサス、買取業スタート。そうですね、厳密に言うとその時に買取マクサスを名乗ってるか分かんないですけど、テレアポやってましたね。なるほど、はい、テレアポ、もしかして5月6月かもしれない。個人宅テレアポして売りたいものありませんか、うん、って言って訪問するみたいなことをめっちゃやってましたね。それは一人でやってたんですか。2人ですね。2人、中学校の同級生と、あ、はいはいはい、厳密に3人で、うん、中学校の同級生3人とスタートしたんですけど、1人がすぐ辞めちゃったんで2人で買い取りの授業をやってたって感じです。辞めなきゃよかったのにね、本当にね、もったいないね、うん、そのように人生ありますから、うん、その時、はい、主な業務は何だったんですか。最初買い取り授業スタートした時っていうのはチャンスの運営事業やろうと思ったら本当は最初作ったんですよ。そっちと買取事業を兼務してたって感じですね、はい、FC 版タイガーファンディか何かでね、喋、はい、ってましたね、はい、もう一人が買取事業に完全コミットしてやってたっていう体制で、僕が買取事業の事業設計とかトークスクリプトとか、まあ、営業指導とかをやっていて、僕は営業経験あったので僕もやりながらそういうアドバイスして、彼にも K さんというんですけど、 K さんにもやってもらってたみたいな感じですね。その時のお給料というか稼ぎとか、いや最初やり始めてから半年間はマジで給料出なかったです。まあまあそんなもんですよね、立ち上げベンチャーなんてね、はい、ちゃんと売上利益が出始めたのが10月ぐらいでした。半年後ぐらい、立ち上げてから半年後、はい、はい、その時の初めての報酬というか売上利益はどうだったかな。背景としてはテレアポずっとやってたんです。9時から23時ぐらいめっちゃくちゃやってたんです、はい、すごいですね、コールセンターですね。もう誰よりもコールかけてましたよ頭クリストになってたんですけど、僕がアポ取って仲間行くみたいな、結構アポ取ってたこと多かったです、ね、あ、そうなんですね、はい、じゃあインサイドだったんですね。そうですね、うん、あの自分でも出てましたけど、はい、タイミング次第でめちゃくちゃやってたんですけど、うん、それやっても売上が50万ぐらいしかつかなかったんですよ。1ヶ月、はい、おで仲間に15万渡してたんで、うん、原価とか家賃とかあるんでそれ引いたらもう0円みたいな。それはそうだ、はい、はい、そして赤字だったと思います、はい、一時その銀行残高3万か5万か覚えてない、そこぐらいまでなくなって、うん、いやーきついなってなってた時に、とりあえずもうこのままやってても無理だから、このテレアポをいかになくしていくかというか、うん、この業務自体がしんどいと、売上利益も出しづらいと、アポさえたくさん食いやどうにかなるのやと思ってたんで、自分でウェブサイトガーッと作って、自分で作ったんですか。あ、そうそう、はい、やば、当時ホームページビデオだっていうのが、はい、そこで作って、でそこから SEO とかやり始めたら徐々に集まり始めて、うん、10月ぐらいにはテレアポをやめてネット集客だけになってった。うわすごい。そっからは早かったっすよ。6月が決算なんで、はい、9月ぐらいからスタートして、次の期迎えるどこのタイミングが確かね1月かなんかに1000万に増資したんですよ、うん、1000万、はい、資本金を100から1000万にしたんで。どっからお金持ってきたんですか。それ儲かったんだ。
高卒アンナーが3万円5万円がホームページガーって作ったら、はい、1000万に増資できるよぐらいに儲かった。そうなんですね。めちゃくちゃ儲かったので、これいけるじゃんと思って増資して、増資したのも100万だとオフィスを借りれなかったんですよ。なるほど、審査の余震の面でね、はい、そうなんですよ、はい、YLDK で当時やってて、はい、売上がだいたい500万ぐらいで、うん、原価 20% ぐらいだったんですよ。おお、なかなかね。で400万で、うん、家賃もほぼないし、うん、広告費もほぼかかってなかったんで、めちゃくちゃ残るんです。なるほどね、うん、それを儲かってしゃあないですね、はい、簡単っすね。でそれ3、4ヶ月ぐらいそんぐらいになって増資してみたいな感じですね。なるほど、はい、じゃあプレイヤーというか、そもそもホームページ作成したら当たったんで、プレイヤーっていうのはやってないんですか？いやけどやってますよ。そう、来たものを行かなくちゃいけないから。だって行ってなかったんでしょ？いや僕行ってましたよ。お、行ってたんですね。やっぱ来始めてからめっちゃ行ってたんで、はい、全然ゴリゴリ行ってましたし、うん、当時は24時間営業してたんですよ。まあブラックですね24時間営業してたんで、はい、立ち上げ当初は、はい、問い合わせやっぱ一件でも逃したくないんです絶対に、うん、寝るときは枕元に携帯を置いて、夜中なる電話もあ、すいません、もう寝ぼけながらね、うん、いいですね、はい、夜中に絶対依頼くれるキャバ嬢の方とか。なるほど、そういうのもいます。夜がメインのお客さんも受けてたんですね、はい、ちゃんと取り壊しないように、はい、毎回2時3時とか電話来て、こんな時間に電話が来るんじゃねえよとかもちょっと思わなくもなかったけど、やっぱ当時はもう1万でも2万でもやっぱ惜しいんですよ。素晴らしい、マジ金なかった。すごいですね。じゃあそのホームページがなかったら今頃マクサス社なんて。そうですね、そこが当たったっていうのは大きいですね。それ以外に比較サイトをそういうのもやり始めて、当時って本当にお客さんが問い合わせ来たら、あ、もしもしみたいな、あの何言いたいのみたいな、そんなのが当たり前だった。ちょっと高圧的だったんですね、お客様に対して、はい、買い取りだから金払ってあげてるんでしょっていうのは。なるほど、もう商習慣として当たり前だったんで、逆にこれはめちゃくちゃチャンスあるなと思って、僕は営業で培ってきた対応っていうのをオペレーションを落とし込んで、あとは問い合わせあったもの以外も客単価ができる限り上げたいんで、現場でいろいろとまとめて買い取らせてもらうみたいなことをやり始めたら、ウェブの集客もそうだし、電話対応のオペレーションだったりとか、現場のアップセルというような客単価引き上げみたいなところが全部うまくいって、バーンといったみたいな感じ。じゃあつまりは不動産で培ったノウハウというのもめちゃめちゃ生きてるんですね。そうですね、うん、営業力っていう観点ではめちゃくちゃ生きました、うん、じゃあそこから忙しいわけじゃないですか、はい、外回りだったりお客さん家行ったり、はい、いわゆるプレイヤーって呼ばれる方たちの業務内容、これちょっと簡単に教えてほしいです。僕が当時やってたのは、はい、ウェブ周りのチューニングとか、はい、途中からちょっと外注してホームページをきれいにしたりとかやったんですけど、はい、ホームページ周りの管理全部やってて、集客ですよね、はい、から問い合わせ来たもののまずアポ取り、はい、でアポ取ったものを訪問しに行く、はい、訪問しに行った後に買い取ったものを持ち帰ってきて自分で売りさばく、ヤフオクとかに売ってたみたいな。それでざっくり毎月のあらりが、あらりが400万とかでしたね当時は。世間も1人じゃないですよね、2人でやってました。ってことは1人当たり200万ぐらいのあらりを作ってた。そうですね、ただ販売とか全部僕らがやってたんで、はい、人件費がないみたいな感じでした。マンパワーでねやってたんですね。超絶分回してたんで、忙しかった時は2月なんですよ、はい、覚えてるんですけど2014年の2月、はい、超忙しくて、うん、9時から会社だったんですけど、はい、9時からスタートして夜中2時に終わるのが当たり前だったんですよね。うん、すごい。日中はやっぱりもう出張回転とにかくめっちゃ行ってた。なるほど、帰ってきたから出品するみたいな、うん、じゃあ寝る暇ないじゃないですか。なかったですね。3時が遅かった、2時が普通で、1時早く今日上がったねでちょっと飲みに行くとか、そんな感じでやってて、けど2月は売上が上がんなかったんですよね、うんうんうん、こんな忙しいのに売上止まったと思って。止まったっていうのはいくらぐらいだったんですか？500万とかそんなもんですね。でもすごいですね、うん、ちょっと覚えてないですけど、うん、大体もうそこぐらいだったんで、ね、うん、多分1、2月とかアッパーがね。そう、めっちゃ忙しかったの。忙しさがバンとなったけど変わんなくてみたいな、はい、これもういよいよきついなと思って、その時に販売のアルバイトっていうのをやり方分かんなかったんですけど、うん、とりあえず募集し始めて。なるほど。それが関健人社長の24歳。23ですよ。23、はい、まだ考えて書いてなかった、はい、素晴らしい、はい、まだ雇用契約書も分かんないみたいな。バイト雇用はもうとりあえず時給1100円でみたいな感じで、管理とかもどうしてたか覚えてないです。向こうに申告してもらって適当にかける1100円で払ってたみたいな。まあ若い子ならではですよね、はいはい、もう会社になってないんですよね、組織としてワークなんて考えられなくて自分で稼いでたと。分かんないもん、はい、だ雇用契約書何とかさ、そんな知ってるわけないじゃん。だから調べたらいいんですけどね、当時はそこもね、うん、分かんない、忙しくてもそんな言わないですよ相方も当然同じですよね。そう、忙しかった。そこからアルバイトが若い子が増えました、はい、業務内容はどうなんですか、変化があったんですか。あ、そうです
ですね、ちょっと余裕が出てきたんで、もうちょっと組織化を図っていくみたいな感じで、最初は若い子じゃなくて販売のバイトで、地元のおばさんみたいな、地元のおばさんが手伝いに来てくれたと、来てくれたみたいな感じですね、はい、ちなみにその時お給料はいくらぐらい取ってたんですか？僕は30万とかでしたね、役法で、役員報酬で30万、はい、でも実質の可処分所得、それで言うと給料払ってだったんで200は出てました。300いかないぐらいだった。23歳関健人くん2、300万全然使えると。200は出てますね、全部自分の金使えばですけど、そっから投資していくみたいな。相方ももちろん、相方は幼馴染だから、そうですね、同い年、はい、23歳ぐらいで当時2、300万、でもそもそも忙しいから使う暇がないと、使う暇ないですし、事業投資しなくちゃいけないから、僕らはもう全部給料は同じにしてたんですよね、はい、全部事業投資してたんで、そんなに残ったかっていうと、そこからじゃあ採用しようとか、資本金増しようとかいろいろやってたんで、うん、利益が残ったかっていうと、そんなに残った記憶がないですね。当時ね、ほんとね、超絶忙しかったから、思い出とか何もなくて、強いて言うなら、みんな大学卒業してとかで、まあ大学卒業する前から僕やってたんで、俺らこんな忙しくて、こんな金ないかったりとかしてんのに、みんな楽しそうだな、当時はね。で、卒業してから多少余裕出てきましたけど、その時も、金使う余裕なかったっすから、はい、とにかく必死で、僕30までに絶対上場させるんだと思ってたんですよ、当時。上場を目指してたんですね。そうですね、当時は。うん、ホリエモンとか、サイバーエージの藤田さんとか憧れがあったんです、はい、社会を変えれるような、がなりたいって思いがあったんで、今そういうのは全くなくなっちゃいましたけど、そういう思いはあったんで、うん、がむしゃらにやってたんで、まあ、うん、強いて言うなら、毎回その夜中2時に電話かけてくるキャバ嬢の方が、家行くたんびにどんどん薄着になっていってみたいな、お、で最終的にノーブラワンピースみたいな、えみたいな、誘ってるじゃないですか結末どうなったんですか？何にもしてないです。何にもないんだ。興味なくて。ブランド物の買い取りですか？プレゼントとか。いや、なんかね、小出しにしてくるんですよ。あー、なるほど。はい、で価値重ねるんですよ、うん、だから売れよみたいな、行く回数が増えるんですね。そう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 。どこに住んでました？大体銀座っすね。銀座、いやもう典型的ですね。ちょっと話がそれちゃったんですけど、はい、つまり1ヶ月でいくらぐらいの成績を残してたんですか、バイヤーとして。バイヤーとしては2人で400万円になってきたのと、200万、はい、集客からアポ取りから訪問行って売るっていうところも人件費使わずにっていう感じなんで、かなり残りましたよね。じゃあ今マクサス FC 本部として担当コンサルとして活躍してる、はいはい、菅野さん、はい、中村誠さん、はい、この2人と比べたら当時の関君はどうだったんですか？今はやっぱり業務範囲が狭まってるから、はい、もうちょっと行きますけども、はい、あと時代が違うっていうのはあると思いますけどね。そうですね、うん、まあ、とはいえ自分でもなんですけど、プレイヤーだけさせたら強いっすよ僕は。おお、持ってるエンジンが違う、はい、働ける絶対量、もう基礎能力が違うんですね。絶対量が違うんで、けど今やれって言われたらできるか分かんないですね、年齢的でもね、はい、じゃあもし自分が今プレイヤーだったら、はい、ケント社長がプレイヤーだったらのトークをしていきたいと思うんですけど、はい、続きは次回の動画で。あ、そうです、はい次の時代を担う僕たちが新しい時代についてはしていけない。はい、乾杯。